どうもありがとうございました。時の経つのは早いもの、皆様方と楽しく過ごしてまいりましたひとときも、とうとう最後を迎えることとなりました。最後にお送りいたしますは、東京大学伝統の勝利の拍手でございます。日頃勝利に縁の薄い東大運動部の歩んできた道は、この拍手の苦難の道と一致いたします。野球部の50連敗時代には、学生たちはこの拍手の存在すら忘れてしまったほどでございます。しかし最近では頻繁にとまでは申せませんが、1シーズンに2度3度と回れるようになったのでございます。いつの日か全ての試合でこの拍手が回れることを、我々応援部員は確信いたしております。本日この拍手、勇壮かつ華麗に舞いますは、石川県国立金沢大学教育学部附属高等学校出身、法学部政治学科4年、この方幼少の頃より山は飛び越え地は駆け巡り、野にいる犬やウサギを連れて歩くその姿はまさに孫悟空。東大応援部に入部されてから誰にも負けぬ気合と底知れぬパワーを全開してこの4年間突っ走ってまいりました。東大応援部のリーダーテクニックの粋を集めましたこの名拍手を、全身全霊かけてリーダー相務めます。本年度東京大学運動会応援部鬼のリーダー長を務めます古川紀博でございます。
どうもありがとうございました。これをもちまして第2部リーダーによります。応援歌、良歌、並びに拍手の紹介を終わらさせていただきます。我々今後ともさらなる精進を積む所存でございますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。本日は最後の最後までご清聴誠にありがとうございました。第9回誕生祭へご来場いただきまして誠にありがとうございました。本年度もこのように盛大に誕生祭を行いましたことに対しまして皆様への感謝の念に堪えません。また我々幹部にとりましてはこの誕生祭と12月8日に行われます定見総会が最後となります。その最後のステージをこのように皆様方の温かいご声援に囲まれて迎えることができましたことには我々にとりまして感激の極みでございます。今後は下級生が我々の活動を引き継ぎさらに良い応援そしてさらに内容の濃い誕生祭を行っていくものと思います。今後も変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。最後に第9回誕生祭を開催するにあたりましてお世話になりました OB の皆様方そして関係者の皆様方に厚く御礼を申し上げて挨拶に返させていただきたいと思います。本日は本当にどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。最後に応援歌ただ一つ一番を全員で歌いたいと存じます。本日リーダー務めますは本年度副賞2名でございます。会場のお客様もご起立の上肩をお組みになって大きな声でよろしくお願いいたします。Oh!
がとうございました。これをもちまして第1部第2部とも終了させていただきます。なおこの後約15分の休憩を挟みまして第3部に移らさせていただきます。皆様最後までどうもありがとうございました。